ちは。お昼の時間。おやすみ2本目。うわ。わーわーわ。痛くはないか、麻酔するもんね。ドマさん、ありがとう。抜いた感覚どんな感じなの？寒いね。そうですね、もう周年まであと2日、あさってはもう10周年を迎えるんでね。もうって感じ、やばいね。もうまだまだだと思ってたんですけど、意外と早いわ。痛すぎてし、いやマジで、麻酔切れて痛くなるよ。怖い。ご飯食べれなそう。たかっぴさん10周年おめ、ゆっくりありがとう。頑張ってるちゃん、あ今日も頑張ってる。出ました、たか、なんだかんだね、あっという間だ。お昼ご飯は食べないかも。朝食べた今日。社員募集してるんだ。いや受からないんじゃないですか、ファンの方は受かんないんじゃない、さすがに。雪、マジか。そうだよね、切ったりしないといけない人もいるでしょ。だいたい切る、地球線とかに登録してる。みんなの、そうだよね、顔認証とかも今してますしね。こんにちは。やばいな、本当にもう終年が来ちゃうんだ。大丈夫かな。いやでも今日はね、ステージとかでやるんで、リハをね通したりするんだけど、やっぱ鏡がない状態だとね、やっぱちょっとね不安になりがちなので、ちょっと緊張ですね。頑張ります。テレスワルどうでしょう。ゲネもあるっぽいですね。だから全部で
4回公演ぐらいするかな、で合計でってことになるよね。1日目も2日目も多分ゲネにあるの、ゲネがあるっぽいから1日2回公演結構ね、そうハードな2日間となっております。カタンシカ焼肉、焼肉愛知がどんなに出演するのか今が楽しい。うん、まあ全員出るやつ公演とかって結構埋もれがちなので、どうか目を凝らして一瞬たりともちょっと見逃さず見つけてください。お願いいたします。体力きつそう。いやね、着替えたりとかいろいろでとちらないようにね、まあゲネさせていただけるのもありがたいね。あ、クリスマスのチャームとタンブラーぜひ、1時までかな、ぜひクリスマスサンタ愛知です。ミニチャーム、あのチャームが可愛かった。略称を見つけます、頼みました。亀さんありがとう、焼肉のタレ10個タンブラーとか、タンブラーね、欲しいもん、私も私も欲しい。マジでリアルタイムで見れない感じですか。お仕事でもこのやっぱ11月後半、12月にこうかけてやっぱ忙しくなってきてますからね、みんな。うん、やっぱみんなそうだよね。なんかあれだ、今日あれなんだ、スタバのね新作始まってるらしいんですけど、フラペチーノね、ホワイトチョコ。良平さんありがとう。あれね、マジでめっちゃ美味しいらしいですよ。だからもう飲んだ方がいい私まだ飲んでないんだけど、おすすめするわ。え、なんかね超美味しいんだって、超ホワイトチョコって感じで。も私ホワイトチョコ大好きなので、そう。え、ヤシタンさんありがとう、10個ありがとうございます。
こ好きな方にはおすすめ。でも甘いの苦手な人はちょっと、でもあのラテとかの方が、ラテだっけ、あ違う、ラテ、あったかいホットのやつも出てるみたいなの、その方が甘さ控えめだって。ホワイトチョコがもう嬉しいよ、絶対に飲む、終電終わって飲みます。愛知おすすめ、飲んでないけど私はだ飲んでないけどみんなにもおすすめしとくわ、今日絶対飲む。ちょっと感想聞かせて、感想聞かせてくれ、飲んだ方は。なんかね、やっぱスタバの、スタバのあのチョコレートとイチゴのやつ、新作フラペチーノあったんですけど、昨日で終わりだったんだよね。そう、でも私さ、もうスタバ行ってさ、もうなかもう売り切れちゃってて、あのスタバ行った時にね、この前、そう、だからやめようって思ってやめようっていうか、もう飲めないじゃんってなって、うん、で迷ってたのよずっと、うわ飲もうかな飲まないかな、そう、もうどうしようって思ってたらもう終わっちゃった、終わっちゃったの、アポロみたいな味だったから、まあそっかってなって、もうホワイトチョコの方が私好きだから、そう、もう次ホワイトチョコだし、まあいいかってなって、そう、飲みませんでしたね。いぶき何杯の、いやなんか毎日毎日飲んでる、最近毎日飲んでんだよねみたいな言い訳言ってて、そう、そんなにかと、仕事ファイト。まあでもホワイトチョコは楽しみです、今日からだから。やばい、でもほんと売り切れないといいけど、なんかあのより、あ、私めっちゃさ甘党なのよ、もう甘いの大好きで、なんかなんだろう、ご飯よりスイーツが好きなのよ、ご飯よりっていうか、なんていうの、ご飯、なんだろうな、どじゃあなんかお菓子でも、そう、お菓子でもポテチとかは全然買わないし、しょっぱい系買わないんですよ、あの誰かとさ、あの800に882、2です、今日は。そう、なんていうの、生地とかと、じゃなんかお菓子選ぼうってなった時とか、ひじりは甘いの無理なんだよ、あんま、なんかその食べれる、全然嫌いじゃないんだけど、私ほどじゃなくて、私リビカも甘党ですね、すごい甘いのがいいって感じで、で日向さんも、日向さんはしょっぱいのが、甘いのなんかそんなくどくなっちゃうからっていうタイプで、甘党、本当の私は甘党なので、他の甘党の人
誰かいるかなと思って、いおりと話してたら、いおりが結構甘党っぽくて、そう、でもずっと甘いのでも全然いけるみたいな言ってて、隠れ甘党いたと思って、そう、いや隠れてたか分かんないけど知らなかったよ私は。そう、意外だなと思って、ずっと甘いの食べれるみたいな言ったのよ。あ、国翔さんありがとう、お肉セットありがとうございます。でね、なんかそのスイーツパラダイスってあるじゃないですか、スイパラに行ったことがないんだって、より行ったことないらしくて、そう、マジでってなって、私だって中学生ぐらいの時からも行ったことあったので、それは行った方がいいよってなったの。ずっと行きたいって言ってて、いおりも、そう、まあでも福岡にあるんで、行けるは行けるけど、まあ確かにスイパラ行く機会はもうちょっと今ない、全然ないね、ないっていうか大人になって、うん、スイパラ行こうとはあんまなんないかもしれないんだけど、そう、でも行きたいって言っててさ、料理が、そう、だから甘党勢でちょっとスイパラ行こうってなったんだよね。今度そう、より甘党なんでちょっとどんぐらい、いおりは甘いの好きなのか。ひろゆきさんありがとう。そう、初スイパラに付き添いたい。私はもう慣れてますんで中学の時が一番なんか友達と行ってたかもな、スイパラ。高校からも行ってかなくなったね、なんか、うん、回転で食べ放題なんかあるらしいですね、そういうのも東京の方は。あいち今日も可愛いね、ありがとうございます。こんにちは。あいつはどのくらい食べるの？でもなんかわかんないんだよね、そのお寿司とかってお皿じゃん、だからさカウントできるけどさ、そのビュッフェ系のやつってなんか難しいよね、どんぐらいって言い表せない。お寿司もね、わかんないんで、私限界どんぐらいなのか、何皿までいけるんかな。あ、もう限界っていうとこまでなんか食べたことないかも、お寿司に関しては。限界を知りたい、どんぐらいなの。でもさ、なんかその年々ちょっと食べ放題とかちょっと怖くなってきてる
私なんかさ、ご飯とかってさ、そのいっぱい食べればいいってわけじゃないじゃないですか。なんていうの、幸せなところで泊まりたいじゃん。でも食べ放題別に今じゃあそれぐらいやめればね、食べなきゃいいじゃんって話ですけど、食べ放題ってさ、なんかいっぱい食べるじゃないですか、時間内にね。だからなんかもう超えちゃうわけよ、幸せをいつも。だから普通にご飯食べ、なんか外食っていうかお店でその程よく食べるのがやっぱいいっていう大人な考えなのかな、これは。学生の時とかはもう食べ放題しか勝たんって感じで、みんな好きじゃないですか、食べ放題っていう言葉が。なんか学生たちって、でも結構なんかきつい、最初の10分間ぐらい美味しいけども、あとの残りの10分とかでもう180度気持ちが変わってんだよね。あ、もう嫌だってなる。 もう当分いいかもってなっちゃう。そうなるのがちょっと嫌だから、あんまりなんかそこまで、学生の時ほど食べ放題への欲はなくなったよね。そう、30皿食べた。すごい、ほどほど。10皿超えることないな、いつも行ったとしても。だけど、でも全然いけるとは思うんだよね、それ10皿以上。どんぐらいいけるのかな、分かんない。そう、美味しく食べられるところまでがいいんだよね。でもまあ食べ放題ってちょっとまあワクワクするけど、その言葉。食べ放題っていう言葉がなんか幸せなあれはあるけどね。動画とか YouTube とかでもさ、食べ放題みたいなさ、サムネとかに載ってたら気になるもん、ちょっと。人がいっぱい食べてるのとか見るの結構ね、見たくなっちゃう。寿司三昧。お寿司、焼肉、ラーメン食べてないな最近。胃袋も年取るの。でもまだ私大丈夫だよね、多分。みんな何歳ぐらいから感じるんですかね。博多しか買ったんかも、本当。博多なのあんま食べてないわ、全然。食べたくなるけど。スシロー、あ、CM ね、強いよね CM。 あ、30だ、そうなんだ、40って年齢バレちゃう。 大丈夫よ。
じゃあまだ全然私なんかさ、じゃあなんかさ20歳20歳の子とかがさ、ちょっと最近きついんですよねみたいなったらさ、いやいや何言ってんのって感じですよね。まだ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 あと10年くらいは胃は大丈夫なのかな。まあまあまあ、私個人差はある。ちょっと弱い感じの人もいれば、あの普通の人に強い人もいるしね。胃もたれ系は大丈夫なのか。でもなんかでも、うん、まあ高校生とか中学高校に比べちゃうとやっぱりちょっと弱ったなとは思うんだよね。まあでもまだ大丈夫なのか。でもなんかもういっぱいはいらないよね。そのうん、聞くもん。若いです。まあ二十歳ね。これからですね。じゃあまだ今心配しなくていいのか。ああ美味しそうだな。早く飲みたいな。明日は胃もたれがって言ってるけど、たまにはあのねディナーね、ディナーがあのメンバーで先輩とかが言ってるのはあんま分かんないけど、あの、まあ、同期とさよく話すこと多いからさ、同期内で言うとディナーがねもうなんかもたれるらしい。すぐそう油っぽいお肉とかもつ鍋とか食べて、そうなんかそのもたれもうほんともたれるんだよねみたいな話するじゃん。でピナとかが「え年じゃん」みたいな言ったりして、ねうるせえってその流れをもう何回も、もうそのやり取りピナじゃなくともそうディナが言ったら誰かに突っ込まれて。うるせえでそういう流れ何回も何十回聞いております。うんいやもはやディナ言われたいだろうっていうぐらいそれ待ちだろ、もはやってぐらい。そう、鉄板ネタみたいになっちゃって。ブーメラン来るよって、そうそうなの、いずれなるんだよ、みたいな言ってるけど、中地さん、ありがとうございます。ピナに限らず、なんか誰だろう、ヒジとか年下メンバーから言われてます。
まあ、まだ若いからね、まだ若いということで、なんか弱くなったかもと思っちゃってたら、なんか気持ち的に弱くなりそうやな精神論24日、トーステッドホワイトチョコレートフラペチーノ。トーステッドっていうのはさ、なんかトースト感あるってことだよね。いや、こんがりホワイトチョコレートのベースにこんがり焼いたクッキーを丸ごと1枚ブレンド。クッキー丸ごと1枚入ってんだって。その日の体調、うん、確かに気持ちの問題説はあるよ。お酒の、やだ、お酒いっぱい飲んでた、怖い怖い。トーステッドなんかさ、フラペチーノの名前、なんか名前すごいよね、スタバの。ホワイトも、ホワイトチョコとマシュマロ、うん、美味しそうなんだけど。寒くても全然飲めるよね。飲めるんですよ。なんか、あ、これだね。クリスマス。こっちのなんかホットの方もあります。あのフラペチーノと。あったかいやつ、あったかいやつはなんか甘さ控えめらしいけど、どうなんだろう。チョコレートモカ、モカってどんぐらいの甘さなのかあれわかんない。そのモカとか、あとラッテ、あ、なんかあるじゃん名前が、あの甘さの種類っていうか、そのコーヒーの種類あるじゃん、あれがあんまりわかんない、あれ何が違うか。いちごのやつ飲み忘れたら一番おいしい。いや私もなのよ、飲み忘れたというかなかった、もう売り切れてて、私が行った時もうなかった。牛乳で割るとうまい、うわ美味しそうだね。それはみんな飲んでるよ。トーステッド。クッキーストロー？あったっけそんなん。よしようと思います。頑張ってください。美味しそうだよね。なんかクリスマス感すごい。美味しそう。甘いの大歓迎、甘いの大歓迎です。髪切るときは私携帯見てる、かざし、雑誌読みたいから髪が挟まるからえ、でもあの雑誌最近
タブレットのことが多い、タブレットのお店多いんですよ。あのタブレットでいろんな本雑誌を読める、ありがたい。それはあの髪の毛挟まるのは分かる申し訳ないよね。なんかだからあのこの前私髪の毛切りに行った時もタブレットで、うん、読むタイプの美容院だった。雑誌さ、なんかいろんなの読めるからそれですごいいいよね。なんか携帯とかさも見てたらさ、美容師さんってさ携帯をさ携帯の中をこう見るのか問題見てるのか問題あるよね。いや見てないとは思うけど、でもさ髪の毛とかこう乾かしてたらさ、カットしてる時は集中してるかもだけど、髪の毛乾かす時とかってちょっとあの見ようとしてなくても携帯にさもしいじってたらさ、なんか自然と視線のとこに入っちゃうね。見えちゃうくない？意図的ではなかったとしてもね、今日は見えちゃうかなと思う。あ、国にしあ、タワータワーだ、ありがとう、はい、ありがとうございます、タワー嬉しい。お昼からタワー立ちました、ありがとう。焼肉タワーで、え、バイ美容師な、なに欲しいんだってモバメの文章って、ね、いやさすがに打たないわ、あのそう打たないかな。なんかさ、うん、ちょっと見られたらあれじゃん、愛知村通信中で何ってなるやんそんなまじまじ見ないと思うけどさ、さすがに美容院ではあのもやもやしないよいよ、あ、仕事になっちゃった、ありがとう、お仕事忙しいのにありがとうございます。なんかいやそうだね、未来私ね携帯出てなんか通販ネットショッピングとかしてる、見てるかも。一応見られてもいいようにとかインスタとか。でもちょっとこの前失敗したのが、なんか無意識でなんか無意識ですごい動物の森とかポムポムプリンとかなんかすごいそのグッズをね検索しちゃっててそれまで結構私大人っぽい感じの対応してたんですよ。
対応っていうかさ、ちょっと大人感出してったのよ、うん、だから無意識にね普通にそういう感じの検索しちゃってたから、しかも髪の毛乾かしてもらってる時にね検索しちゃってたので、あ絶対見られたなと思ってちょっときあのか意識しすぎかもしれんけど、後ろの窓に反射して危ないね。でも私が美容師だったら見るかな、やっぱ 見るっていうか見えちゃうかな。気になっちゃうよね。うん。見られちゃってたらどうしようって思うけど、気になるかなやっぱ。ね、画面保護シールね。あ、すごいよねあれ。本当に見えないんですよね。でもね、自分でも使ってて見えない時あるらしいよ使ってるメンバーによると。国翔さんありがとうございます。へい、ありがとうございます。お肉のタワー、画面保護シールちょっと欲しいわ。そう、買いたい、買おうと思ってて忘れちゃうのいつも。なんかつけてるみんな。でもガラスはね絶対貼っといた方がいいんですよ、携帯に。ガラス大切だと思うんだよな。ガラスっていうかフィルム、画面フィルム。でもほんと命救われてんの何度も。もうねガラスがね割れてるもん、ちょっと割れて、なんかひび入ってるガラス部分に変えなきゃなんだけど、そろそろね。何も貼ってないのはちょっと強すぎえ、ここフィルムもですか、何も。え、絶対に貼っといた方がいいよ何かしらは。ガラスおすすめだよ。ない。でもバキフォンになったことはないです。ガラスのおかげですね。ガラスフィルムのおかげでバキフォンは回避してるよ。
だからガラスが大切なんだよ。まあでもその、まあ、つけてても割れることもあるし、つけてなくても割れないとは思うんだけど、割れないこともある。そう、でもさ、ガラスにひび入ってるってことはさ、よかったってことだよね。今ちょっと結構やばいもん。もうやばい。保護シール何かしらつけておいて、保険に一応。外で私は携帯使うこと多いので、うん、写真撮ったりとかも多いしさ、割と一日中スマホ持ってるから、うん、危ないね。落とさないように気をつけてるけどね。あとなんか携帯持ちながらダンス練習したりね、するときも骨格にしながらちょっとやったりしたときに、そう、落とすっていうパターンありがちなんですよ。ちょっと見ながらこうやってるときに落としちゃったり。ガラケー使ったことありますよ。ガラケー使ったことあります。小4から小6まで使ってたね。あのね、そう、習い事で会った方がよくて、連絡取れないから、そう、帰るよとか、そう、習い事してたから持たせてくれてた。傷ついてたのね、奇跡的にね。傷ついてない時もあるけど、怖いよね。うん、バキ本嫌なんだけど、絶対画面割れたらもう修理出しに行くのもめんどくさいじゃないですか、携帯。なんか時間かかるっしょ。やだー、気をつけようっていつも思ってるけど。なんかその平らな地面だったらまだね大丈夫らしいんですけど、あのコンクリートなんかボコボコした道とかだともう絶対割れるらしいよ。あのなんていうの、まだお家の床とか、あと平らな、とにかく外で落としたりしたらもう結構危ないらしい。ボコボコした道とか、うん、怖いよ。あのカメラとかにねひび入っちゃってたりする人もいるよね。
足のつま先に落とせない無理なんだけど、それ絶対無理でしょ。絶対にさ、その瞬時に絶対サッカー選手とかじゃないと無理やろそれで言うと、なん全然話変わるけど、あのバレエとかでさ、バレエなのにサッカー部の人がさバレエしてるとさ、すごい足使ってくるっていう、足使う使いがちっていう、全然関係ないけど風呂やんとしたこと、水没系も怖いな。水没、お水、水入っちゃったらちょっとね。あ、防水なんだっけ iPhone は。防水だけど、まあ防水とは言っても怖いよね。ヒカキンさんとかすごい水にいつもやってるけど、自分ではちょっと試せない、怖い。どこまでいいんだろうな。どんぐらい平気なのか。でもその水、そのお湯とかでも変わってきそうだよね。海水はダメでしょ多分。ないけどね、海水に落とすことはあんまない。え、なんかよく見かけるのが、見かけるのがあのその橋の上、橋の上とかでこうやって携帯をこうやってポンってこう投げてキャッチするみたいなやってる人がいるのね。あの TikTok とかでよく流れてきたりするんですけど、怖くない？あれでき、絶対やりたくないんだけど。あんなん下がもう川とか流れてたり、そうめっちゃ高い橋の上からこうやって、そうこうやって携帯投げてキャッチして、キャッチできるかみたいなもう見てても怖いのよおかしいことするなって思って見ちゃうんだけど。そんなんだってさ、落としたらもう終わりよ。ふんし、あのもう携帯探せないしね絶対。そうね、ティクログでよくたまに流れてきますよね、そういうの。無理無理無理、よくやろうと思うなって。怖いよね それは心臓に悪いから嫌だけど、まあちょっとなんか見ちゃう、見ちゃう。男子ってそういうのなんかすごい、そういうことする人多いですよね探す機能ついてる。でも正確ではないからさ、どうなんだろう。
だその本体がもうあれだったらさ、オフラインとかになっちゃうじゃん。やだよ、怖いよ。罰ゲームとかやってる人とか、本当に落としちゃった人とか見たことあるけど絶望。そういう動画めっちゃバズってますね。かわいそう。でもまあ携帯はねないと私はもう無理だよ。私道とか前なんていうの、方向音痴じゃないんだよ。携帯さえあればもうどこでも全然行けちゃうわけよ。そう、だから道迷ったこととかあんまないかも。だってさ、もうすごくない？地図、iPhone の地図さ、めっちゃ正確だしさ、調べやすいしさ、見やすいし、すごい、なんかもう携帯さえあればどこでも全然行けちゃう。地図とか使い方わかんない。お母さんとかも全然地図さ使い方わかんないらしいけど、絶対分かった方がいいじゃん。え、難しくなくない？マップ。人生というそれはちょっとカウンセリングに行った方が。私全然道間違えない。うん、地図見て遊んでるちょっとわかるかもしれない。お母さん、あ、私のお母さんも無理なのよ。機械系無理なのよ、ほんと。そう、機械系苦手らしい。苦手だけど前、何年か前にねパソコン教室行ってましたねパソコン教室行って、なんかその学校とかでその結構書類とか作んないといけない時があったらしくて、お母さんなんかその学校とかそのなんていうの、役員系やったりしてたりして、だからなんかそのそう書類を作らないといけない、やり方わかんないみたいになって、そう教室通いに行ってました。 それでなんかちょっとは触れるようになってたけど、本当に文字打つのとかもちょっとあんまり遅いしね。ワード、エクセル、そう、そういうやつやってました。
苦手な人は苦手なんだ。1時10分、あ、やばい、そろそろ準備しよう。パソコン、ね、お母さんね、そういうの苦手な方多くない？でもめっちゃ得意なお母さんがいいなって思うもんそういうなんか機械系強いお母さんいいなって思う。そう、お母さんに聞いても分かんないから調べるしかない私が。ランキング見ます。13位ノーさん、12位ペシさん、11位青鷹さん、10位日進月歩さん、9位ひろゆきさん、8位長っちさん、7位クロちゃんさん、6位ノッツさん、5位タカッピさん、4位ヤシタンさん、3位カメさん、2位ホグピグさん、1位クニショウさんです。ありがとうございます。カメさんファイトありがとう。皆さん今日も一日頑張りましょう。24日水曜日頑張ります。今日も一日夜まで頑張っていきたいと思います。じゃあねみんな、またね、バイバーイ。